動画ご覧いただきありがとうございます。今日はサニトラレストア3日目ということで、今日も解きます。それでここがやっぱり表面が塗装がこう割れてるので、この1枚を全部、剥がしていきたいと思います。それで、途中まで前回やったんですけど、なかなか荷箱の中したり外したりで、バラバラなんですけど、まあ最終は絶対完成させるぞという感じで、今日は3日目、また緩い動画になりますけど、お待ちください。今日はちなみに今まで、私使い方も知らず研磨しました。こういうガタガタのを取るのはダブルアクションでなしに、こっちの方が取りやすい、シングルの方で取るのがいい、それで最後鳴らしていくのがダブルアクションがいいっていうことにちょっとネットの方で見ましたので、とりあえずこれちょっときつすぎるかわからないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。ではご覧ください。ちょっとこのエアーツール、シングルアクションのエアーツール使ってみます。ちょっとエアコンコンプレッサーの圧がちょっと弱すぎて、ちょっと圧がたまるを待ってやります。これが一番きれいにできるかなと思ったんですけど、私の持ってるエアタンクコンプレッサーではちょっとこれ難しいかなと今思ってきました。
はいはい、3日目解いてるんですけど、なかなかラチが開かない。このひび割れた部分もまだたくさんあるので、ちょっとここは違うやり方、この試しに塗料剥がし、ここは塗料剥がしをちょっとつけてみます。それで試してみます。さてどうなるか、これがきちっと出るかどうなるかわからないんですけど、ちょっとねこの研磨のやつではなかなかちょっと時間がかかっちゃうので、塗装剥がし一遍入れてみます。ちなみに何年も前に買ってあるやつなんで、ちょっと使えるかどうかわからないんですけど、試しに塗ってみます。このひび割れた一番上の、多分に一番後に前としたところ、ひび割れてるんですけど、塗料取れてます。初めっかこれですれば楽だったかも。ちょっとつけて、しばらく放置。これで5分から30分放置となってますんで、ちょっとしばらく放置しておきたいと思います。はい、動画最後までご覧いただきありがとうございます。今日は初めにこちらサンダー試しました。でサンダーで荷箱の中した時のサンダーの先につける、BS ペイントハンター、これをつけました。それで、なかなか、ペイントが剥がれなかったので、次にいつも鏡面するときに使ってるちょっと固めのサンダー使いました。そしたら塗装は剥げるんですけど、塗装が剥げたところと剥げてないところが手で触ったらこう表面が凹凸が見えたので、またこれ凹凸なくすの大変かなと思って、それでまたこのダブルアクションのやつで表面をツルツルに戻しました。それで次にこのダブルアクションではなかなかいけないと思って、このエアーツールのシングルアクションでピャーっと磨いたんですけど、まあ結構早いですけど、私の持ってるこのコンプレッサー自体の容量がちっちゃいので、すぐにコンプレッサーを使い切ってまたブルルルルルってコンプレッサーが巻きっぱなしになるので、これあんまりしたらコンプレッサーの方が壊れちゃうと思いまして、それもやめました。そんで次に、やったのがもうしびれ切らせて、とうとうこの多分これ10年ぐらい前に買って持ってたと思うんですけど、塗料剥がし剤、これをちょっと塗ってみました。そしたらこれちょっともう古いのでなかなかダメなのかわからないのですけど、結構
表面の後から前塗した部分の塗装は剥がしやすかったです。それでこれからはこれをちょっとこのあのひび割れいってる部分の塗装をこれで剥がして、本来なら全部剥がすのが一番あのそれでパテ入れるのがいいのかなとは思うんですけど、それもなかなかなんで、とりあえずひび割れいってるところをこれで剥がしていきたいと思います。それで剥がしていって、で一度あのパフあのサフー入れて、それでまたパテ入れてとか、本当はパテ入れてサフー、まあパテ入れて買うかな、あの素人なんで、あのサフー入れたらちょっと悪いところが分かりやすいので、あのもう時間かかってお金かかるかも分からないんですけど、要所要所サフー入れて、それで、こういう風にあの表面どんな感じか見ていきたいと思います。それでまたあの溶いたりとか、まああの何分素人のテントなんで、まあ時間かかってもいいんで、これはのんびりやっていこうかなと思ってます。それで今日はとりあえずまあもうこれでおしまいっていうことで、まああと水で流しておくんですけど、あとここら地肌が見えてるところは錆びやすいので、ちょっとあのまたサフだけ塗って、おしまいにしたいと思います。というわけで今日はなんかベストはっていうよりか何が早いかっていう検証動画になってきたんですけど、あまりにもあのひび割れがある塗装塗料はもうこれで剥がす方が早いかなと今日思いました。そんなわけで、ボンネットとあとこちらのドアとかフェンダーはひび割れいってないので、まあペーパー当てて、でボンネットと天井の方がひび割れいってるので、これで剥がそうかなと、こっちの方が早いかなと。それでもうあと1日2日これをここら試してみたいと思います。それで試してこれでサフ入れていけるようだったらこれでいきたいと思います。そんなわけで、今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。サニーのレッスンはなかなか進みませんが、まあ長い目で見てやってください。そんなわけで、最終的にはかっこいい車を作りますので、てなわけで素人がどこまでできるかでこれから長い道のりになると思いますけど、どうかご覧ください。てなわけで、今日も本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければまたチャンネル登録の方を一つよろしくお願いいたします。てなわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。